はい、今回はですね、はい、神奈川県の横浜市に来ました。はい、横浜新道を走ってる途中にね、いや、まこがね、カンニ屋さんに行きたいっていうことで、この道を通ったのもう頭に浮かばなくなって、それ以外のことが、そうやね、うん、ということでやってきました。それでは行ってきます。じゃん、ラーメンカンニ屋行ってみましょう。ライス、食パン2枚で大盛り来ました。
はい、食べてきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、今日自分は普通多め、はい、固めに行ったんですよ、うん、やっぱりね、普通でもかなりのパンチ力ありますね。来てた来てた。で、マコは今日やっぱりやるね。やっぱり、うん、濃いめ固め多めで行きました。前回さ固め多め、いや、その濃いね、濃いめで行ったでしょ。その前回濃いめで行って会えなく飲めなかったっていうね。あのね、はい、本当に満腹っていう状態以外で、うん、あの会員できなかったのね、ここだけなんですよ、家系ラーメンの中で。でそれやっぱね、今日一瞬迷ったんだけど、やっぱ今日も濃いめで行きたいなと思って、ね、行きましたね。で今日は見事会員なかった。で本当なかったよ。本当なかったね、うん、今日はね、今まで何回かこう会員さん行ってるんですけども、うん、今日なんか特に当たりの日だったような気がするぐらい美味しかった、うん、なあ、もうなんか鶏油のあのとろっとくる感じもありつつ、うん、でもあの前回も感じたあのおしだしとか塩分というかね、のガーってくるのもあり、はっきりした味よね。まあもうこれ以上くっきりしたのはないってから、本当にはっきりしまくってる。でも今日はね、マイルドさも多少ね、マイルドさもあったじゃないですか、うんうんうん、すごいな、奥が深いなと思った、うん、本当にって思った一日になりましたね、はい、はい、ということで、まあ、ここからね、うん、家系 YouTuber のマコさん、はい、あのね、いやすごいですね、やっぱり前回のことがあったんで一瞬こうひるみそうになる自分もいたんですけど、今日あえて濃いめにして本当に良かったなと思うのは、さっきあのメノシートも言ってましたけど、あの塩辛いだけじゃなくて、その分ちゃんと甘さとか他のね、旨味とかいろんな成分があるんですよね。だからもう全体的なこうパワーがすごい強いと感じたスープ。そして、ま、麺ももちろん美味しいんですけど、今日はもうご飯がね、スルスル進んで仕方なかったですね。で、横で見ながらその野菜畑っていうのを今日目の白が頼んでて、もうこんだけ強いスープだったら、もうあの量の水分の野菜を入れても全くこう弱まらないんじゃないかなと思って、次回自分も試したいなと思うぐらいのもう素晴らしいスープ、いっぱいでした。はい。今、マコが言ったね、うん、野菜畑。まあ入れたんですけど、うん、全然もちろん弱まらないし、うん、もう美味しかった。だけど自分はやっぱり野菜入れるっていうよりはそのままの方がうまいな、うん、そういうタイプだもんね、ストレートに行く、うんうんうん、スタイルで出てくるのがめちゃめちゃ早かった。早かったよね、うん、えって感じ、うん、早かった、ね、確かに自分も前回の、まあ、夜本当閉店間際だったんで、うん、本当に味のキャラクターもまた違うなというふうに思ったので、うん、それがまた面白いね。面白い、あ、面白かったね、うん、ということで、はい、またいろいろ家系巡りたいと思います。巡りたいです、うん、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。